どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、ガンホーコラボスーパーゴッド S たしなんでいこうと思います。今日はちょっとね、もうね、やる気のなさを表すためにね、ライフガードと一緒にね、実況していければなと思います。よろしくお願いします。音ちっちゃ、ノイズキャンセルされてるかもしれん。まあ、ガンホーコラボスーパーゴッド S 来ましたよ、イエイ。とりあえず拍手しとこう。で、まあ、ちょっとみんなが多分真面目に気になってるのが確率やと思うんで、確率だけは先に真面目に話しますね。ガンホーコラボスーパーゴッド S 伊勢10個なんですけども、そもそも前回のガンホーコラボにおける確率として、まずマリウスさんですね。マリウスさんの確率が 1.5% でした。 1.5%。 アルケミストは何？ちょっと待って、アルケミストとかさ、前回のガチャにいたっけ？そんな、てか昔のキャラだったっけ、アルケミストとかクルセイダーって。逆に考えれば、なんかそれもすごいな。ちなみに、あ、でもあれか、クルセイダーは前回いたんすよ。クルセイダーが 1.5% ですね。で、まあそれがマリウスが 1.5% から 2.5% に上がっていて、でクルセイダーが 1.5% から 3% に上がっているということは、まあ比較的確率的な点では美味しいですね。はい。あとみんな夏休みスペシャルセット買った？これ買ってないやつガチで損だから、今すぐ買ってね、本当に。まあ、っていう感じらしいですね。まあ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 、そう考えると、まあ例えば、クルセイダーみたいな 1.5% 排出のキャラクターとか、マリウスみたいな 1.5% 排出のキャラが、まあ2.5% とか 3% に上がってるっていうのは、まあまあ実際確率的にはすごい美味しいですね。うん。で、あとは、アサシンとウィザードに関してかな。に関しても、2.8% から 4% に上がってるって感じになります。まあ、なので、まあ、そう考えると確率は、まあ、本当に魔法石通り上がってるどころか、アルケミスト、クルセイダー、ルーシーに関しては、実際もうちょっと上がってるって感じですね。うん。だからまあ、アルケミスト 3%、クルセイダー 3%、マリウス 2.5% とかなんで、まあ、めちゃくちゃまずいとまでは言わないですけども、まあ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 上がってはいるねぐらいの感じが今回の、このガンホーコラボスーパーゴッド S になっております。まあ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 、そうですねって言ってもって言ってもねって言っても、今のパズドラでこの中で使えるキャラっていうのがマジでアルケミスト先輩なんですよ、一番が。でアサシンも正直結構強いんですけど、まあ他はクルセイダーは武器が強いが、ガチャで引くのはさすがに苦行すぎるので論外として、ルーシーも別に正直必須とまでは言えない性能なんですよね。まあ三種体制は偉いですけどね。でマリウスの兄貴は本当に強化が思ったより微妙だったから、まあ使わないかな正直。ウィザードは性能は面白いだけで面白い止まりなんですよね。って考えると結構当たりキャラっていうのがアルケミストの 3% で、まあもちろんクルセイダーの 3% で、まああとアサシンの 4% の 10% ぐらいで、逆に言えば他は結構外れかなっていう感じではあるんですよ。まあっていうのを踏まえると、まあ正直このガチャ引くのはまあ苦行ではあるかなということで、まあ一旦スルーかなと思います。そんなことよりお前らはコードギアス引いたんかってなるからね、普通に。俺が大学教授だったら怒ってるからね、コードギアス引かずにガンコラ引いてたから。てかさ、ちょ待って、俺今日さ1個だけ単位落とすの確定してさ、俺その単位取れればさ、まあほぼほぼ確実にさ4年生卒業できるなっていう感じの単位だったんだけど、その1単位落としたことで俺マジでやばいことになってさ、明後日としあさって木曜金曜のテスト落としたらさ、俺また留年でまた YouTuber になるんだけど、本当にやばいぞ、笑えないからな。俺最近 YouTube さ、オワコンになり続けてるじゃん。だから、本当に卒業して、俺ちゃんと就職するんだ、俺はな。だから、今年卒業しなきゃやばいのに、俺本当にもう気持ちが足りてないかもしれん。気合入れていこうぜ、みんなもな。お前らもやぞ。お前らが気合入ってないから、俺も気合入ってないかもしれん。そういうもんじゃない？やっぱ俺たちって。視聴者と投稿者って連動してるんだよね、やる気が。そうじゃん。マジで気合入れてこう、今日から。1週間。今週、お前らも絶対なんかあるでしょ。頑張ろ。大学生の子たちはね、テスト期間とかあると思うし、課題残ってる子とかもいると思うし、レポートあるとも思うしね。もう本当にこう気合入れていきましょう。まあ、っていうね、話ですね。まあ、それはいいわ。それはいいわ。ちょ、置いとこう。っていう感じなんで、コードギアスコラボガチャを優先して引くようにしてください。で、欲しいキャラがいれば、確定で買うのがおすすめですね。まあ、正味アルケミストだけは2体引く必要があるんで、まあ、アルケミストは気合出してほしいなと思う。まあでもアサシンも確定ないのか。まあじゃあ持ってれば使いたいっすけど、正直そこまでして引きに行く必要があるかと言われれば、新万寿町でいいかな。8月2日、
もうあのすぐ新饅頭始まるんですよ。全然ガンホーコラボ期間中に新饅頭来るんですね、8月2日に。で8月2日の夜に新饅頭が来て、このゴッドエース終わるのが来週日曜でしたっけ。なので期間めちゃくちゃ長いんですよ。5日間半あるんで、まあちょっと新饅頭初日2日目3日目まで粘って、それでアルケミストがめちゃくちゃ活躍してれば、まあさすがに引きに行くのはありやと思います。もちろんガンホーコラボはアルケミストね、新饅頭接待やとは思うんで、まあそれでぶっ刺さってれば引きに行ってもいいと思いますし、まあ、逆になんかそんな刺さってねえなみたいな、別に強いけど必須ではないよねぐらいの性能だったら、もうガツンとスルーしてあげて、もういいアルケミストはっつってね、あの優先度下げていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、っていう感じで頭いいようにね魔法石使っていただければなと思いますので、まあ、皆さん本当に頭使わずに引くのだけはねやめてくださいね。絶対俺はあのコードギアスの方が 100% 強いと思うんで、こんな強いコラボ来てる時にこんなゴッドエース来ても別に引く必要ないんでね、そう、そこは優先度ね間違えないようにしてください。まあということで、ちょっと一発チャレンジいきましょうか。今日チャレンジするのはですね、開催記念、ガンホーコラボゴッドエースからの、まあ、5回だけちょっとガチャ引こうかなと思います。正直引きたくないですよ。別に俺実はガンホーコラボキャラ結構持ってるんで、わざわざ今更引きに行く必要性が全くないんですけども、まあ、まずは無料分だけいきましょう。無料分は別に無料だからね、気合い入れずに引くわ。まあ、これは別に外れてもいい、全然外れてもいい。とは言ってもシャマシュだけは許せん。その一回止まって不自然ですらないの、マジでいい加減にしろ。やばい、なんかバロラント起動した。ちょっと待って、バロラントが裏で起動したんだけど。もうダメだこの動画。もう俺大学の話しかしてないし、一回バロラントミュートにしよう。やばい、パソコン重すぎる。バロラント起動した。まあまあいいでしょう。まあ一旦ね、一旦まずはいいわ。シャワシュって何？てか星ならさ、いやお前だけじゃん止まるの。え、ちょっと待って。ね、みんな待って。当たり枠で止まるのさ、シャマシュだけなんだけど、ガチムカつくんだけど、普通に。シャマシュ以外全部止まらんのに。いや、もう、止まった中で一番外れキャラやん。じゃあ、俺一番外れやん。いや、5回だけ行きますか。5回だけ行くわ、マジで。え、おまけガチャ美味しいの？うわ、美味しい。はい。引きます。まあとは言っても今キラーの価値下がったからな、別に。まあ引くけど、それは引く。おまけガチャがメインじゃん。じゃあまあ欲しいキャラいないんで、星6の2人欲しいですね。アサシンかマリウスかルーシーで。もうダメやん、止まらんし、全然いい。いや全然良くない。お前11体もんの？大外れガチャ確定。ちょアテンとか俺何体持ってんだこれ。なんだこれ、え、何これ、アテンってこんな携帯いるの。ちょっと待って、1211312121210、うん、1面以上いるじゃん普通に、えぐ。まあ、っていう感じでした。いやでも最後にね、ちょっと本編引いてね終わろうと思います。まあということでね、ガンホーコラボスーパーボテンスは引く必要ないのでスルーしてくださいという話でした。ということで、チャンネル登録、高評価、お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。うますぎ。こっちが完全にうまい。